武井テレコ10チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。今日はですね、僕の愛する猫ピケ、が今日は7月31日です。昼の3時15分に息を引き取りました。横に安らかに寝てます。現在今夕方の4時、39分なんですが、まあもともともう2ヶ月ぐらい前からちょっと体調が悪いというか、もうフラフラこう歩いてて、でまあ病院連れて行ったら、まあ脳にちょっと腫瘍があるかもかと言って手術しても、とてもじゃないけど高齢で、人間の年で言うともう100歳超えてるから、約もう23年ぐらいかな、一緒に大阪の箕面っていうところで僕はそこに引っ越してきて、2、3日してから夕方ちょっと散歩してたら、足元でニャーニャーってこんなちっちゃい猫が僕の足にまとわりついてきて、それでまあ猫とか飼うつもりはなかったんですけど、よし飼ってみようって、そっからの、一緒に人生を共にしてきたピケが、息を引き取りました。脳腫瘍って言われてフラフラして、でもまあご飯は食べてるし水も飲んでるしみたいなことがあったんですけど、1ヶ月ぐらい前からちょっとこう自分でもおしっこができなくなって、ちょっとベッドの上にしてたりとか、それからもうおむつするようになって、まあご飯は食べてました。すごく一生懸命フラフラしながら、そんな体でもこう一生懸命食べてる姿がすごく、まあ僕らも教えられるというか、生きるっていうことに対してすごくこの子は一生懸命生きた子なんやろうなと思います。その無理してでもこうやって食べて私は生きるんやっていう、その姿を見ててすごく僕らの方がなんか元気づけられるというか、そういう1ヶ月前だったんですが、ここ10日ぐらい前からもう食事ができなくなって、もう一切口にすることなく、水はこうスポイトでこう飲ましてたんですが、それもここ2、3日前で水も飲まなくなって、それでも横にくったりしてる状態で、まあ虫の息みたいな感じで、まあもしかしたらって、もう休みが嫁さんと折れる日はもう仕事がない時はできるだけ折ってあげようって思って、今日2人で、いてて、僕はまあ違う部屋で、まあ、ちょっと横になってたら嫁さんがちょっと来てってなって、ピーちゃんが息してないって言って、ピケッピケッって抱いたら一回はぁってやって、亡くなりました。うん、2年前に、11月の13日にこの子の弟のニコルという子も亡くなりました。もう同じようにこうやって動画で配信してます。僕はこれ一人でも多くの人に、ペットを飼ってる人の気持ちとかそういうことも、すごく痛いほど分かるし、それとピケとニコルのことを一人でも多くの人に知ってもらうために、動画を配信してます。ニコルの時はすごく僕は大阪に仕事に行ってて、もうその間に亡くなってて、帰ってきて、もう抜け殻になったニコルと対面して、もう僕は号泣しました。でも僕ピケの時はなぜかしら涙出てこないんです。もうこの子本当に強い子で、俺もこの子にはすごくこう厳しく当たってたというか、お姉ちゃんやろみたいな、だから弟のニコルをすごく抱っこしてて、ずっと遠目で、ずっと遠慮して、ずっと遠目で見てた子で、それでまあニコルが亡くなっちゃって、この子は、まあ、嫁さんと俺をこう独り占めできるみたいな、すごく甘えん坊になって、俺も今までにないこうスキンシップをずっとしてきて、でも亡くなることに対してこの子の覚悟みたいなのがとっくに俺は見えてて、今も全然僕涙も出てこないです。まあそれが命というもんだろうっていうので、
今本当にもうこの四五日はもうこうもがきようにこう目は瞳孔を開いたまま苦しかったやと思う。一睡もしてなかったと思う。今も眠るように本当に楽になったやと思う。今あのお疲れさんというか今までありがとうピケな。まあ今までピケに関わってきてくれた人もありがとうございます。まあ今から、ペットの葬儀屋さんに電話して、まあ、ちょっと段取りをしたいと思います。あれから、まあ今日夕方の3時15分かな、まあピケがこの世を去りました。それから今約何時間や、7時間6時約8時間半ぐらいになるかな。今現在夜の11時20分ですけど、まああの葬儀屋に電話して、葬儀屋というのは今こう出張で、家まで来てくれて、そして車の中で、火葬してもらって、そして遺骨として返してもらうっていう、そういうのが、まあニコルの時もそうです。それでまあ12時に、この家の方に来てくれます。その前にまあずっとあのリビングの方で嫁さんとピーと3人で、まあ、ずっと時間を過ごしてたんですが、まあこちら仏壇の方に来てこうやって花をねしてあげて安らかに寝てます。なんか嘘みたいですけどね、でもいや本当にもうずっとこうやることがもう10日ぐらい続いたんで苦しかったやと思う。それがもうその苦しさから解放されたみたいな感じが、ピーねえ、ピーとニコルの写真、ニコルの横にピーの写真も今日置きました。ニコルが亡くなってからピケはなんでかわからんけど絶対この部屋には来なかったの。よくピーにピケニコルにまんまいさしようっておいでって言うても絶対来なかった子なんやけど、この死ぬ10日ぐらい前かな、あれピケおらんなと思ったら這いながらここに来て、ここでもうこうなってるんですよ。だからなんかニコルになんか挨拶しに来たような気がするんやけどね、本当にもう最後の方はもう這うことすらできへんかったけど、一生懸命ご飯食べてて、本当にまあ俺も嫁さんもそうやけど、生きるって食べることやねっていうことをほんまに教えられたような気がする。何が何でも生きるんやったら食べなあかん。そのこの子の生きるというその執念というか自分の中の、覚悟というか、それには本当に
尊敬しかないですね。で、命の尊さをこの子にもう一度改めて教えられたような気がします。なんかずっとぐったりしてることがもうほぼ1ヶ月ぐらい続いてたんで、今でもその状態かなって、死んでるの。はい、12時が来ました。葬儀の方がもう下についてるみたいなんで、ピーコ、電話鳴ってる。いいか、切って。ピーチン、ピーチン、気ぃつけて行っといでや。な、天国に召されるまでお時間的なのでちょっとお話させていただきづらいんですが、よくよくですね、40分から1時間10分くらい幅を見ていただければと思います。普段のご家族にあたりまして小型の発電機をちょっと回させていただく関係でですね、あの車の揺れに 1.5 倍から2倍弱くらいにちょっと音が出てしまいますのと、ピケ、よう頑張ったな。じゃあな。お前も。お願いします。はい。ピー。ご飯に豆にしちゃうぜ。うん。中に入る。うん。それでは最後、皆様で手と手を合わせていただき、合唱でお見送りしていただいてもよろしいでしょうか。それでは行ってまいります。はい、お願いします。はい、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、あれから約40分か50分ぐらいかな。今葬儀屋の方が電話ありまして、ピケが、ね、火葬が終わったということで、今下に会いに行きます。よし、行こう。ちょっとあの24歳のピケちゃん、お骨すごい綺麗に残って帰ってこられた。そうですか。
それでちょっと皆さんにご覧になっていただければと思いまして、ちょっとお骨出させていただきます。お骨だけ、お揚げではないんですけど。お顔です。これどこの部位？お顔です。顔こちらお鼻先のところですね。でお目目なって頭頂部の後頭部です。で両脇に下顎が遺骨になって、ピーが帰ってきました。よし、ほな、お家帰ろ。な。ピーが、ね、ニコルと同じように、ね、遺骨になって帰ってきました。ピケ、お疲れさ。ありがとうな。まあとうとうピケもまあ亡くなってしまいました。まあ俺と嫁さんもう二人だけになってしまいましたけど。でも心の中ではね、ピケね、本当に動物飼ってる人どこの家族でもそうやと思う。みんな動物だろうが家族やとか大切にとか特別やって思う。僕もその一人ですけど、なんか僕は自然に思うことがピケとニコルが俺とおることが別に特別でも何でもなく当たり前のような気がして、出会うべきして出会ったような気がするし、でこの子らのおかげで本当にいろんなことが、まあこれからも起こるだろうけど、いろんなことがあったことに対して助けられたこともあるし、逆に歯止めを聞かしたことも、本当にこの子らがおるからこそあかん、そんなことしゃあかんみたいな、そういうこともいっぱいこの子らに助けられたような気がします。ピケありがとうな。